どうもサンドインです。サンドインです。今回はですねエスパーのガールズミュージックビデオが出たので、はいはい、早速見ていこうかなと思います。再生スタート。エレベーター、エレベーター、99階、ヘビ階。おお、ヘビ階に上がり、おお、怖いやみたいなね。いいね、デジタル感。強いね。なんかあったね、裏組織がいて、裏組織が、ね、敵のボスみたいな、うん、仲間なのか、あれは。もう終わりになれたな。見られてるね。うん、だね。うお、ファイト。うお、おお、おお、ポイントやね、ここ。ああ、やっぱこのポイント作るのがやっぱうまいね、なんか。ビジュエグい、ビジュエグい、みんな。うわ、ネクレベル。バイク？何なんだ？うわ、これなんだっけ？これ誰だっけ？これなんかナビスか？わかんねえ。あ、多分そうかもしれない。そう、なんか前の PV にも出てきて、出てきたね。正体がちょっと出てきたんだけど、またいるんだね。いるんだ。伏線みたいな。この人は仲間だよね。うん。あ、乗り込むわけだね。うん、ね。みんなうまい、すごいね、一人一人がレベルだけ4人で、これは本当にマジでパワーがあるよね、やっぱ歌声とダンスと。それにしよう。おお、スパートだ、すげえ。おお、これね、私カメラマンこだわってるからだ、マジですごいな。うん、おおおさ、すごいよね、すげえ、映像がすごい。うわうわうわ、すごいすごいすごい、前髪カリナさんだよね、珍しい人だね、これだけやね、そうだよね、なんか違和感なんか見ちゃったけど、サムライなんか、おおおおおおおガウス、ガウス、あ、死んだ。あー、なるほど、あれが断ち切ったから。そうやね、うわまたすごいですよ、またすごいね、また売れそうな、売れそうなというかね、バズりそうとか、みんなに聞かれる曲って感じやな、うん、なんか
エスパーは毎回出す曲がチャートインして、大体上位にいてみたいな。 PV もすごいよな。なんかエスパーだけの PV って感じ。ああ、もうそうね、そうね、デジタルチックとか CG のなんか自分たちの投影したアニメーションの映像だったり。そうだよね、噛み合ったり、あれも変えずにずっとやってるし、もう一人の、まあ、エスパーというか、うん、キャラクターもいてとか、すごいです。口開いて見てるときめっちゃ。はい、今回はエスパーのガールズのミュージックビデオを見てきました。以上、サンドインでした。